とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー初見攻略やっております。今回が16回からラストまでやっていきましょう。ここでコグクロスボウを取っていきますね。まあ、前半から、まあ、若干難しいところもあるので、今回のタワーはなかなか、厳しいかもしれません。微妙。いやいや、これ武器も何もかもね、ほんと微妙なのよ。でも、ここで入れようとするならばもう、武器入れとくか。いや、もうほんと装備全部がね、中途半端。よくない。これ、後半なんかいいやつ出てきてくれるんか。まあまあ、ここは、そうね。近接に入れて間違いはなかったと思うよ。間違いなく敵倒すスピードが速くなってるんで、それはもう正解だった。よっしゃ、 OK。 とりあえず20回ぐらいまでは問題なさそうね。 OKOK。 うん、毒の方も入れてるけどあんまり生かしきれてないな。あー、怒りの虚無か。うん、まあ途中でキノコが出てきてくれればそれもありかな。そのまんま行きまーす。最後がユニーク商人なので覆われた怒りにはなりますね。アップで、あそこでスリーパーが特攻してくるとはね。ちょっと待って、あ、倒せるね。パワーアップしてるんで、オッケー、倒せる倒せる、全然倒せるわ。オッケー、いいんじゃない、まあ、むしろこの毒の雲の毒で倒せる程度だわ。ちょっと待って、ここで起爆しよう。しないか、してくれると思ったのに。おーい、すんげえな、敵の数が結構すごいな。オッケー、ホグがやっぱいいダメージ、ホグがいいダメージだわ。次、ここはいらないね。あー、でもそうか、ムチを入れていってツタのムチに変えるって。よーい、この長いボスはやめて、長いのよ。まあいいか、別にエンチャー欲しいやつがないんだよね。行きましょう、そのまま。なんか動きがおかしいぞなんか動きおかしかったぞ。終わりー、長っ。あ、ちょっと待って、お前なんでそんなところにいんのはい、次。あー、いいね、エンチャーがいいね。変えよう、うん、フロストタイスの方がパワーは高かったんだけども、いや、エンチャですよ、やっぱり。うん。エンチャの方を取っていきまーす。アイテムボーナス、まあいいか。いや、このまま。行きましょう。どんなやつが来る？ネクロ？どうせ。いない。あー、いた。なんか急なスリーパーが出てきそうな気配の階層ではあるけど、大丈夫？いや、そう難しくないか。おーおお、出る、出るならもう一気に出てくる。なんかちま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 この出るやつが嫌だね。終わり？まだ下にいる？いた。20回クリア。このちょこちょこ出るのがね、嫌なんですよ。一気に出てほしい。あー、いらない。あー、これデュアルの、いや、いいか。うん、んで
ユニークか。なんかクールダウンが出る気配ないんで、もういいか。こっちを上げろ。攻撃速度を上げていきましょう。ポーションバリア付きもね、途中であったんだけども、まあいいか。今回はもうこれだ。まあ速度アップもね、全然いいんで、いいんじゃない。いや、もう弓も火力がもうだいぶ減ってきてる。これはちょっとアーティファクトが今回いいのあんまないよね。アーティファクトが前のやつとかは結構いいのがあったりしたけど、今回のはね、アーティファクト全然良くない。どうした？キノコも多分ないでしょ、おそらく。終わりか、これで22回クリア。ああ、愛のメダルいいね。ここは間違いないな。はい、そっちか。反対側行けばよかった。おお、出る出る出る、いいよ。そういう感じでもう一気に出てくる感じの方がありがたい。いっけ、 OK、 いいよいいよ、いいんじゃない。うん、ダメだ、あんまり愛のメダルが意味なかったか。おお、なんか罠で死んだ。次、そのまま行きます。あ、ここか。いつもなんか大概難しいっていうこのステージ。おーおーおーおお、危ねえ危ねえ、いけいけ、いいんじゃない。あ、ちょっとアホになってるアホになってる子がいる。やめてくれよ、ちゃんと動いてもらわないと。オッケーオッケー、いいんじゃない。よし、まあそうでもないか。すごいね、敵の感じがすごい多いな。すんげえ多い。おお、すごいすごいすごい。おお、けども、まあまあ全然いけるか。敵の火力は低い。まあ防御をパワー上げたからか、全然余裕です。あー、乱射でもなあんまり良くねえな。いや、まあ火力はこっちが出るか。で、一応クリティカルと、そうね、連鎖反応入れときゃ間違いないかな。連射ポイントはまあ一応のために取っておきます。おーい、すげえな、すげえぞ。敵の感じが意外とすごい。 OK、 ちょいちょいちょい、ハープが欲しいな。いっけ、突っ込め突っ込め突っ込め。いや、結構集中攻撃されてるけど耐えれるってことは敵の火力がそんなないってことよね。終わりかい。25回クリア。まあまだ全然いけますね。あー、ここでクールダウン。いや、でもいらないか。もうここまで来たらさ、いらないや。火力重視で行きましょう。
多分このまんまボスまでいけそうな気もするけど、まあまあ変えたい気もするよ。もちろんあんまり耐久力がないんで。いっけ、もうめんどくさいな。オッケー、いいんじゃない。めんどくせえ。よし、オッケー。まあ敵は重いけど大したことはない。あー、ボンクラブでしょうよここは。うん、タワーといえばボンクラブいいかな。3入れとけ。でこの狭いところか。まあボーンクラブには向いてそうな場所だね。いいよいいよ、やっぱ雪玉が素晴らしい。いや別に強い敵出ないな。愛のメダルは強い敵用に取ってはいるんだけど、こういう強いやつも別に出ず。終わり？いやまだか。オッケーオッケー。エンチャンターが面倒くさいけどな。まあ全然いける。変えよっか。ブラスト。もうパワーシーカーも弱いしね。うわ嫌な場所が来たな。ここのステージ結構嫌いです。オッケーオッケー。あ、おおおお、あぶね。ボーンクラブとのあの防具の相性が最高だ。オッケーいけ。もう嫌なやついるな。いっけ、よし。ジオマンサーここ結構出がちよね。ジオマンサーエンチャンターはこのステージ結構出がちだ。終わり、よし次。あーグリムいいね。でもうんいいか、そのまま行きます。え、あ、あ、あ、待って、危ない、あ、危ねえ。しゃあいいんじゃない。あ、あ、もうちょっと待って、総攻撃来たポーションバリア使え。なるほど、危ねえぞ。オッケーオッケー、ちょ、若干離れよう。うん、若干離れとった方がこれは間違いないわ。よし、もう嫌なやついるな。よし、はい、よし、どこだお前か。いやーまさかやられるとは。うん、でもまあクリーパーがめちゃくちゃね出る場所から離れてさえいれば全然大丈夫だった。ちょっと位置取りのミスですね。終わり、はい、29回クリアです。特になんもなしね。うん、 HP 上げなくてもいけるでしょ。でそうね、まあライフブースト入れてもいいけど俺はその前に倒しちゃうと思うのでそのままいきます。なんだ、まあテンペストゴーレムじゃなかった分ありがたいね。ああお前か
お前も結構嫌なんだ。時間かかるやつ基本嫌だな。オッケー。そんなにダメージがあれだ。まあいいか。よし、もう終わる、もう終わる。よし、終わりー。あれ、まだいる？雑魚が。ああ、いたんかい。はい、まあ、うん、難易度的には若干難しいかなぐらい。うん、でも全然クリアはできる感じですね。報酬見て終わりましょう。どうだ、うん、ツタの鞭ぐらいか。うん、これは1が出てるから1でしょう。まあでも重力だったら使える。スタンはいらない。いや、で珍しい、スタンつくの珍しい。うん、コモンスキルが出やすくなったかもしれませんね、若干なりね。はい、ということで、初見攻略一回やられましたけども、いけました。ではね、完全攻略も今度出していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。